大丈夫ですか。考えられてないあれが。ああ、まあ、これもう誰もいじってないからやる必要あるって感じなんだよね。コメント欄ですらいじられてない。まあやりましょう。ケイさんとメリーゴーです。そこら中の海をまたにかけてゆく、ケイさんと太郎です。お願いします。お願いします。品川ということでね。はい、あ、すいません。ハロー、ソーリー。本当にいい街ですね。あ、電話中なのに。グローバルな。電話中に話しかけて返してくれる人あんまりいないですよね。ハローって言ったらすいません。謝られた。今回は、まあ、お酒の企画ですね。わ、はい、こちらです。いい名前。東京ラムストーリー。名前だね。俺らが一番好きなダジャレ。ダジャレです。ラブストーリーではなく、はい、ダジャレでお店を選びました。で、まあなんと今日、はい、2人で飲むわけでありません。うわー、で、ここでいいのスタートは。はい、大丈夫です。ヘラヘラ三重人の飲み会です。ありがとうございます。何も用意してないよ。手土産用の一つも用意してない。あんな大物で、これから来ます。マジ、あの3人が緊張するわ。マジ、言えよ。マジで内緒にしてました今日。言えよ。ホワイトニングしてきた。そしたらいや、もうワンちゃん狙っとるやん。いやいやいや、そんなことないですけど。まあでも、まあ、狙うとかそういう人じゃないよね。さあ、そうっすね。まあお酒大好きな方たちなんで。わー、ちょっと、はい、やだな。いや、マジでテキーラとか持ってくる可能性ありますよ。ちょっとやだ。あ、ソーリー、本物のソーリー。お疲れ様です。すいません、ありがとうございます。今日スープを本物のソーリー。あ、全然大丈夫です。すいません、ソーリーの到着です。はじめまして。うわー、本物だ。あ、真ん中に。あ、そうそうそう、はい。僕今知らされて。え、そうなんですよ。何ですか。なんかどこどこで飲みますよみたいな言われてたんですけど、その、あ、コラボって知らなかった。コラボ知らなくて。え、本当ですか。はい、ダマでケイさんと太郎さんですか。そうです。逆じゃ、あ、ですね。逆、あ、ちょ、あんま見てない。あ、見てないですけど、あの、会うの初めてなんで、ちょっとなんか似てる、写真似てるじゃないですか。似てます。なんか変な写真しかないですよ。あ、そうなんですよ。探すと。スーツで来てください。スーツなんですよ。あ、そういうこと。なんかそういう、あの、あ、サラリーマンにマンと新社会人に向けてみたいな。うこ、ん、や、ありがとう。めっちゃいい子だったわ。いい子って言わない、年上なんですよ。こんな感じで。じゃあ待ちますか。はい、うわー、楽しみ。お楽しみに。お楽しみに。ヘラヘラ34の皆さん。34。あ、34、ね、年齢じゃないですよ。35、6って上がっていかない。34、5みたいな。はい、ということでヘラヘラ34とのコラボになります。よろしくお願いします。お願いします。おい、華やか、華やか。じゃあちょっと、はい、急に。じゃあ挨拶いきましょう。はい、せーの、スーウェイ。どうも、アリシャンです。どうも、マネです。どうも、サワリンです。イエーイ。本物。お願いします。お願いします。いや、ご飯食べる気満々。早い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 。頼んでもない。まだ頼みますか。そうですね、飲み物頼みましょうか。はい、お願いします。あのね、一杯目生行くとマジ酔っ払い。やめましょう。本当にやめましょう。いや、ありますよね。いや、でも酔っ払ってほしい。わかる。でも、いや、わかります。ね、はい、でもさ、逆にここで飲むじゃん、はい、その後、じゃあうちらのチャンネル撮りますなって時に、そこからまた生をやったら、リセットみたいになんないの。いや、生を途中で飲むことがもう普通ですよね。あ、そうなんだ。一杯目だからいい。生ってだるいんですよ、なんか。しつこい生ってだるいんですよ、飲むのが。トータルしてみたら、うん、今日すげえ酔っ払った生のせい。その日、分かる分かる。生ってる、生いってる。生で決まるんだ、最初の。生、量多いし炭酸。え、じゃあそこで酔っ払わなかったらその日は普通ってこと。後から来んだよね、その後違うものを飲むと酔うっていう。何それ。結構バナだよね、生って。バナ生ってマナ。バナって生でしょ。バナって生でしょ。バナって誰だ。
でもサワーだけでしょ。サワーだけ、うん、でこれだけでもいいってことだよね。え、あ、そうそうですね、チューハイ、これがチューハイだから、これね、お酒だから。で、好きな、どれですか、生ですか、やっぱり生だ。味はない、味がないだ、味がないのがチューハイなんです。炭酸水、これも酒入ってるから炭酸の焼酎割りみたいな。えよ、せーの、まずは久しぶりの再会を祝して乾杯、乾杯。ああ、なんか祭りの味する。おいしい。パイな、な、祭りの味。もう褒めてない、全く。祭りの味するとか安い、ね。いやいやいや、なんかあの味じゃなくて思い出すみたいな。あ、思い出す。記憶ね。確かに。まあ、今日初めましてなんで、まあ、話題みたいなのがあった方がいいかなと思って。おー、合コンみたい。僕ら、はい、まあ、会社員なんですよ。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。新社会人じゃない。あ、違う、新社会人じゃない。何でもない。じゃないですよ。じゃない、新社会人、このスーツ着たら嫌だよ。しゃしゃりすぎ、しゃしゃりすぎ。本当に働いてるの。バチバチ、はい、調べました、出てきました、会社。会社も出てくる。リクルートかどうかでしょ。いや、なんか街の解体企業。街の解体。え、あの、ネットに出てくるのは本当なんですか。え、出てくるの、はい、会社名出てくる。あ、そう、ライオンビフォース。あ、はい、え、まあ、街を解体するどういうこと。いやいやいや、破壊、怖い怖い、破壊破壊じゃない、怖い、ゴジラとかで、お店とかをこう内装を壊してみたいな。あ、え、クリーン、ちなみにハウスクリーマジハウスクリーニングとかやってないんですか。あ、でも近いですよ。え、じゃあうちのサロン、うちのボタンなの家、ちょっとハウスクリーニング。え、どっちですか。あと不用品回収とか。あ、やってます、全然できます。今ちょうど探してて、あの、企画にするんです、その時ちょっと。マリナの、でも、もう来月にはやんなくて。じゃあ急いで、ちょっと。あ、わかりました。来月にはもうやる、あの、急いで。あの、男性 YouTuber 他にも呼んで、はい、みんなでマリナの家を片付けさせて。あ、もう全然やりますよ。やりましょう。僕ら勝つとありますよ。あれ、何の話でしたっけ。あ、俺か、あ、俺か、解体屋の話。解体。僕らの事業部が人材派遣部なんですけど、はいはいはい、あの、女性がいないんですよ。うん、男子校みたいなので、はい、男何人ですか。8人、8人とかで仕事してたので、ちょっと女性が、まあ、今後欲しいんですけど、はい、まあ、入ってきた時に、はい、まあ、ちょっと僕らもやっぱり恋愛したいなっていう感じなので、社内恋愛、社内恋愛をしたい。まあまあまあ、そのために女の人来てほしいみたいな。行きましょう。一旦、一旦、じゃあ行きましょう。まあ、入ってきた時のために、はい、まあ、その異性に、対する異性を落とす時に使うセリフやテクニックをちょっと教えてほしいな。セリフだったでしょうね。で、それを、一応インスタグラムでこう女性男性ともに募集してるんで、こうそれはこう有効なのかとか、もっとこうした方がいいよみたいなのをこうアドバイスいただきます。なるほど。あ、もう募集して、もう募集して、はい。あ、じゃあ、世の中の前より世の中の、はい、みんなが言って、ね、評価してほしい。わかりました。世の中の前、じゃあ、私たちは考えなくてもいいってこと。これ大丈夫です。頑張ります。逆に考えもちょっと聞きたいなと。あ、なるほどね、はい、これされたらいいなみたいな、うん、まあ、飲んでる時にめっちゃタイプって言って、まあ、距離を近くしてボディタッチをする。これ男が、女性が、あ、それはするのかなっていう。あ、もうあれなんだ、社内からもう出てるんだ、この話って。確かに、出てますね。出て、もう出て、飲み会だって出てもいいんだ、はい、それもありです。こんな歓迎会的なね、でもありです。はい、新入社員の女の子でしょ。まあ、なしじゃないんじゃない。でも男ってそういうの好きやん。そう、結局好きなんです。でしょ、うん、結局そうじゃん。ダリシャンさんにされたのを想像して、うん、あ、悪くないなって今思いました。なんでうち限定に想像されたりも。え、二人はしないんすか。しないね。で、逆にその場に女子が何人かいるとするじゃん、うん、その人多分嫌われると思う。あ、嫌われますね。いや、うちは関係ない、うちは関係ない。女子からの、女子が仲悪くなりそう。あ、でも、でも、そういう社あのこう会社の中は、うん、ライバルですから、友達じゃないから。え、そうなの。そうなの。もうちょっとそんなことなんですか。弊社の考え。社会にことぶき退社をするかっていうことだけを考えてる。社会って大変なんだよ。そう、仲良くやりたいよね。いや、もう学校じゃないから、会社会社がこれじゃない。社会、社学校じゃないから。社会なんてあんまり分かんない。もうことぶき退社狙ってるやつはもういくらでも嫌われてもいいから、
え、課長もういい課長絶妙なとこ行けますね課長なんだやばい課長は愛人になるの私やんないやでも課長がえ、平社員いや、やんないです絶対平社員嫌われるそんなこと言ってたらえ、平社員なんて言い方がやでもうちも大学の先生にめちゃめちゃ恋言ってたよ男の人かおじさんの先生にこんカフェとか行けないそれそう違うんだよもうパパカフェはい、パパカフェ何言わせるかよ黒の隣のカフェがあってベロチュベロチュ大学の教授ベロチュしたおじさんと先生ねちょっと単位が足りなそうだったらちょっと先生があの色々と教えてもらえますかって言ってやっちゃいたいって色々とエッチなことしたエッチなことやんなもんじゃないベローチェ行ってベローチェベローチェベローチェ言わないっていうカフェベローチェに行ってココア飲んでねココア飲んでで大学の子とか部活大変でとか部活入ってないのに大変でって大変なんですって言って仲良くなってタイもらうっていううわもらったんだよいや本当になんかどっか私 C 判定で肝臓え嘘でしょうちも肝臓 C だったこれケアさんもう肝臓大丈夫だったんですかこれ大丈夫肝臓とかやってないやるよ一番やるよ一番やるよ調べてない入ってないの肝臓だけ普通入ってる入ってます入ってるなんか健康診断で先生にこびった方がいいよ先生にこびった方がいいベロチューした方がいいベロベロチューした肝臓 A にしてくれすいません肝臓 A にしてくださいベロチューした評価だけで意味ない評価だけで早く死ぬだけ直さなくて評価の A で何の意味もない女性と2人で歩くときにさりげなく車道側を歩きます、うん、あーそれ超いいこれはいいんですか、うん、いいんだあのねあざとい、あざとい男からしたら、はい、なんかいざこれちょっとカッコつけてねっていうものこそ女の子って本当にストレートにキュンとするえぇ、じゃあ変わらないじゃんこっちさっきなんかそういうことキモいけどとか言ってたのに待てキモいね待てキモいねそうそうそう。キモくない？だから車とか開けてほしいってことですね。開けてほしい。とかなんかもうなんか頭とかこうやってだから車開けするときにあちょっと危ないよとか言ってこうさりげなくやったりとかザが好き。ザでいや、すごい。だからもう今初めて気づいた。もうこの話終わり終わりじゃん。だから小さい親切で終わり。結局検索してあざとい行動モテるって出てくるやつ全部全部いい。あいいんだ。結局はでもそれを普通の人はできないわけよ、恥ずかしいことで、できちゃうからモテるだろう、それを。でもさ、なんか、残っていてもキモくない、なんかその、俺やってますよとか、あー、それもやる。はいはい。ナチュラルなのか、ナチュラルなのかよく。頑張ってやってすぎると、あの、緊張感が伝わっちゃって、バレる。バレるし、なんか、ああ、イングリッシュなくていいよっていう。はい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 。じゃあ最初は、好きじゃない女でやるべきですよ。まあでもあれが言い方悪いけどでもそうだね思いやりでもその好きじゃない女に好かれる可能性があるからそうだよ思わずめんどくさいやつなめんどくさいそうであいつみんなやってるらしいよあいつみんな好きじゃないからいろんな人にやっててみんな好きになっちゃう絶対これですそいつ絶対これです久しぶりに聞いたの久しぶりに聞いた久しぶりに聞いた女性側かな今度はい男性の下ネタにノリよく付き合う姿を見せる、うん、そこが下ネタ喋っててもそれで乗っかる方が丸って丸まあ下ネタの具合によりません、まあ、確かにただ、うん、セックスはしないやれそうと思ってるああ男からしたらどうなんですかその下ネタにこうノリよく乗っかってくる女の子えありがたいまあありがたいありがたいけどそれはエロい目で見れるんですかその子いや逆にならないでしょ友達みたいな感じになっちゃうどんな下ネタはダメなのだからなんかその単位の話とか生々しい話はうわちょっとなんか下品と下ネタって違うあー、はい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 そう、生々しいなんか実体験をそうそう、実体験とかだとだってうわ僕よく使うやつが、うん、友達が童貞の時に、うん、あの彼女の漫画触って気絶しちゃったそれはおもろいそれはおもろいけど絶妙だよそれで振られたそれで振られたっていう話なんですけど人の話だから OK あー OK あーそうだね自分の話だったらいや自分の話めっちゃおもろくないですか自分の話おもろいけど自分の話だったらおもろいちょっとね、反撃
ワードがちょっとあんまり。おまんげ、おまんげ。いやいや、よくない。おまんげりよ。いやいや、よくない。そういうのじゃ手だけし、手だけし。私、その、なんだろう。会社にこう属して、はいはい、サラリーマンっていうな、OL みたいにやったことないからわかんないんですけど、結局は男の人ってこう、褒められて認めてもらいたいじゃないですか、その評価みたいな。だから、必要以上にもう超、超シンプルだけど、それまるさんってすごいですねとか、もう本当になんか褒めるみたいな。あー、しかも、しかもプラス具体的に、まるまるさんって何々でもなくて何々で、あ、こんなところもこいつ見てくれてるんだ、みたいなのを褒めると、結構、あ、それいい。いいかも。シンプルに褒める、うん、自分もさ、多分できない系だから、うん、逆になんか頼ってよ系、頼ってよ系、頼ってよみたいな。困った時は何かあったら言ってみたいな。あ、言われたい、言われたい、なんか常に気に入ってくれるか、大丈夫できるとかなんか分かんないけど、そういう方がちょっと、あ、そう、あ、心持ってかれる、それモテそう、うん、モテそう、モテそう、頼りになると思うみたいな。なるほどね、勉強になるわ、うん、勉強になる。下ネタとかね、ありえない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 。今日パンツ何色？え、ちょっと待って、先生から、おはよう、今日パンツ何色？え、もう教授、教授さん、教授教授がやるよ。メロンじゃない、メロンじゃない、教授やっぱ飲み会では静かな人がいいですよ。あ、そうなんだ。誰が言ってんだ一番やばい動画なんかいっぱいありますよ。だから逆にそれを経て、え、旦那さんとかじゃあそんな感じ？いや、あ、すみません、どうなんだろう、合わせられる、その時の盛り上がりに合わせる。あ、一番いいね、立ち回り方、一番モテる。そうそうそう、あ、年上？年上です。教授じゃないですよ。わかるよ、それは。俺そんな長く付き合ってたから今日は大恋愛で、そしたらもうおめでとう、応援するわ、おめでとうって。教授が実った。おじいちゃんだ、おじいちゃんすごいですよ、よく頑張ったなってなる。上段突き、下段突き、中段突き、前突き、ブンブン、乾杯。絶対使おう。これ女性からなんですけど、はい、お酒強い人にはお酒強い人がいい、好きと言って、はい、お酒が弱い人には私お酒弱いから私より強い人がいい、いい、好きと言って酔ったふりをする。あー、でもめっちゃ、めっちゃ、どうしよう、え、どっちにしろ酔わせるってことだよ。どっちにしろだから自分より飲ませる、飲ませるってことだよね。いや、でも男頑張っちゃうよね。それ頑張っちゃう、これって頑張っちゃうなと思いました。だって私の友達で、なんかプレゼント買ってあげるよ、うん、5枚以内だったらいいよって言って、うん、でいざ店員さんの前で、まあ、カバンとかをなんか出されたとして、そのカバンが10万円だったの、うん、でその女の子が「このカバンかわいい」って、もう 5万予算オーバーけど、ね、このカバンかわいい、めっちゃ欲しいって言って、その男は「いや予算5万やねん」とは言えないじゃん。だからもうカッコつけなきゃいけないから、おジョイを買ってっていう風にもう言っちゃうしかないっていう、そのだからキャバ嬢のやり方というか。あ、そうだそうだ、こいつはキャバ嬢です。はい、でも、いやでもそうだね、でも男は嬉しいんでしょ。嬉しいってか、その時はカッコつけてくれると思うけど、後々その子と名前になった時に、なんであいつにあんな買っちゃったんだろうみたいな、長い目で見たら、てか俺騙されてたみたいな、うん、そうだよね、うん、いい女ではないかもしれない、うん、でもいい女じゃないくっても騙されちゃう、騙されます。え、ってことはそういうことするってことですか。いや、するじゃないよ。それめっちゃ悔しいから、うちらは、いや、いろんな人がガンガン飲む、うん、うちらの方が飲んじゃう。そうそうそう、負けたくないもん、負けたくない、先に出しちゃ負けたくないやろ。え、Kさんの太郎って、はい、視聴者さんは割合どんぐらいでしょ、女は。男9割の女性1です。男いいですね、女1しかいないんですよ、逆に。本当にモテない、ほぼ逆です。うちら7、8割女性、8、2が7、3とかなんで。年代どこですか。24から32。ああ、じゃあ俺らと、まあ、49% ぐらい、まあ、年代は多分かぶってる。34から45。うん、35から45。新橋人気すごいじゃないですか。新橋だったら多分ヘラヘラよりやばいです。うん、新橋人気ないっすか。新橋だったらもう本当にヒーローみたいな、もう胴上げされます。
2分に SL 広場で あの電車乗れます僕ら。いや、すいません、動く、動く、あれが動きます。動かないから、動かないから。うちは渋谷の電車動かせるよね。動かせる、8個前の、8個前の、そちらの方がすごい。あれ動かせるの、散歩できる、散歩、8個動いちゃうから。ちょっとあれなんですけど、なんか、なんかで見たんですけど、この後どうするって言って、で、あ、俺近くに知り合いのバーがあるんだけど、ちょっと連絡してみるわ。まずその知り合いのバーがあるってことで、あ、この人なんかスマートというか、スムーズにこう、グダグダしないのが丸って、で、電話するじゃん。ね、あ、わかりました、じゃあ、あ、開いてない、わかりました、すいません、つって言って、俺近くじゃん。やだ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 、めっちゃやだ。もうやりたいよ。おそらくだけど、多分バーの店員さんともグルか、はい、そういうこと、電話してないか、分かんない。まあでも言えば言葉では言われてもさ、そうそう、うん、聞いたけど開いてなかったんだよね。だねって言えるけど、なんかオレンジコで、それでキュンみたいなのがあるっていうのは一回なんか番組かなんかで見た。え、キュンなの？キュンとかスマートみたいな、全然スマートな、っていうか、その分かんないですけど、僕としてはお知り合いのバーあるんだよねはそもそも嫌。嫌だ、うん、まあでも分かる、なんか嫌だと思う、言い方とかテンションによるけど。あ、そうですね。あとそのバーの雰囲気とかにもよりますよ。友達バーやってるから近く行こうよみたいな感じだったら、あー、それこそ新橋の変な居酒屋みたいなところ、知り合いいてみたいな、そう、ネズミ走ってるんだけどいい、ちょっとそれ、やだよ、普通に汚ねえな。いやでも、オレンジクルはでもやらない、でもやらないんだ。あ、でもやらないけど、それだったらだから普通に家で缶チューハイって飲み直して帰らせるんですか。いや、泊まってきな、寝て終わり、終わり。でも家に行くってことは女の子もそれなりな了承あるよね、うんうん、そうだね、覚悟したのにけど、やらなかったからさらに気になっちゃうっていうパターン、それはあると。え、それ女性に対して失礼じゃない？失礼じゃない、めっちゃ気になる、 になる、そのやり方は。そうなんだ、僕家に呼ぶってなったらその人も覚悟してくれてると思うから。いや、それは勘違いな気がする。あ、そうなんだ。覚悟はしてくれてる、してる、覚悟はしてる。別にそこは絶対ってわけじゃない、ね、そうけど、あ、やられ、あ、やるんだやるんだって思った中、あれだと、あ、やんなかったのって私を考えてくれてるんだって。2回目、2回目家呼んだ時にやった。いや、4回は我慢する。4回は我慢する、絶対4回めっちゃ我慢する。だよね、4回は無理、期間で言うと3ヶ月長い。え、それ友達になっちゃわないですか？ならないと思う、もうそこは気になっちゃう。なんないんだ、うちらも、うちらっていうか、まあ女性側も、そう、いつこう、だん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 好きになったら、からいつこの人は手を出してくるんだろうって思うし、男側もいつっていう、この駆け引き期間が3ヶ月いいのよね。いいの、だこっちも気にしてね、下着とか。そう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 、毎回やってくるね、毎回やるね、毎回やるね、毎回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 一応。でもそのたんびに、あ、今日も下着ちゃんとしてきたのに、あ、やらないんだっていう、なんか期待と不安をこう交差させることによって好きが増すみたいな。そう、考えちゃうの、相手を。動画の構成みたいそれ、家じゃなくてホテルだった場合って変わりますホテルはもう、ホテルはやれ、やれ、もうあ、それはやれ、それはやらなかったら、キモい。ホテルはさ、やれます、ヤバホでしょ、うん、やれます。そうなんだ。ホテルだったら、待って、こいつ何しに行こう、キモくないって、うん、女子会で言われる、うん、なんかさ、ホテル行ったのに、キモくないやつとか言って寝振り見始めて、そう、最悪だよ。あいつ、童貞じゃねとか言って立たなかったんかな、立たなかった。むずっ。でも家連れてく男って俺嫌なんすよね。お互いのその宿に行くっていうのは、宿、いや、そう、お互いの感じねえんだよいや、なんかちゃんと覚悟持てよって思います。責任というか、これから先、これから先のこともちゃんと考えて行けよ、来いよって思います。あー、じゃあ結構真面目だね、うん、家は、家はか、ちゃんとだからホテルだったらまあいい、その遊びで終われるというか、うん、あー、確かに確かに確かに。家はちょっとこうお互いの個人情報なんで、まあそうだね、確かに信用、人も信用できないもん。信用してるっすけど、まあちゃんとでもうち、人が来たら、そういうあんまよ意味わかんない人が来たら塩撒いて、あの、お酒と塩混ぜた、あの、床服にペロッガチな、ガチな、怖いやん怖いよじゃん、これ、あれあげればよかった、今日あれ持ってくればよかったね。あ、あれ、あれ、試したよ、うち、え、試した、あの、最上級の性欲剤、もう女性用の外国の女性の男性もあって、マジもうやばい、なんかあれもうやばい、飲みたい飲みたい、いや、持ってくればよかった。でも女性は
なんか、まあ、ほどほどに効いてんのかな。いや、なんかちょっと熱くなるぐらい。すごかった。え、どういう熱くなるのか、ムラムラしちゃう。あ、もう熱いとかもわからない。なんかちょっとこう、ちょっと触られたらみたいな感じぐらい。AV マジ美薬で、美薬マッサージで、取っちゃうみたいな。何を言ってんの、エビ、何を言ってんの。でもね、そういうことだよね、そういうこと。曲、まあ、持ってくるわかった。え、待って、誰が守ってるんすか。ありすぎて男のやつ、男は私はもうやばかった、もうなんかカチカチすぎてやばい、やカチカチカチンコチンコカチンコチンコ、やばかった。鉄パイプだった。鉄パイプ。え、一回さ、ジンタンさんのガラハリ飲ませてやばいってやったよね。飲ませて、で、動画出てんだけど、あの、ぬるぬるローションでなんかやるみたいな企画があって、あれ、スカイピース側のチャンネルで、めっちゃ立ってんの。前の日にサオリンが飲ませてるから、あローションでね、タイツの衣装だから、めっちゃ立って見せたよね。え、そうそう、YouTube で、YouTube の企画を撮ってて、企画でそのローションやってて、立ってんのは、まあ一部にはバレてるんだけど、その前日に違う、そのロイヤルハリに回しちゃったから、もうやばいの。え、見てほしい、本当にやばいな。もうそれ、プレイ、プレイ、おもろ。でも本当にやばい、鉄パイプだよ、大丈夫。大丈夫です。でもそれで解体できるよ。あ、これだ。あ、バンドで使えるんだ。使える。内装解体で使えるんだ。腰振って。腰振って待ち壊せ。ちょうどバリアの家をちょうどそれで解体。そういう企画やる。いいの。バリアさんいいんですか。全員前の日にそれを精力剤を飲んできた状態で参加した。YouTuber 全員腰振るんですか。マリナちゃん。マリナちゃん。お掃除機、お掃除機、お掃除機。マリナちゃん、YouTuber みんな腰振って。全員 YouTube 男の YouTuber に飲ませたまま、あの全身タイツで掃除してもらうって。全身タイツ、 AV のタイツ。マリアちゃんちをお掃除、お掃除、マリアちゃんちをお掃除。みんなチャンネル番になりそう。いや、なるのうちらだけだから。あ、じゃあその広告します。次の、次の、そうですね、そう、ヘラヘラ、はい、私たちのチャンネルで、はい、はしご酒を、ちょっと待って、また引き続きちょっとお酒を飲んでもらうんですけど、はい、そこで私たちからもまあ質問だったりとか、いろいろ聞きたいことがあるんで、下田元気にお願いします。OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネルを見てください。お願いします。ありがとうございます。